こんにちは、なおです。今回は検証シリーズの第2回目ということで、スミレをやっていきたいと思います。皆さんはスミレを何でやっていますか？最近だとウェザリングカラーでやってるよっていう方もいると思うんですが、今回はこの3種類を用意しました。タミヤのスミレ塗料はもう定番ですよね。色のバリエーションも年々増えてきているので使いやすいと思います。ベースはタミヤのエナメル塗料で、スミレに適した濃度に希釈されています。タミヤのエナメル塗料もスミレの定番です。瓶のままだと濃度がちょっと濃いので、エナメル塗料専用の薄め液で薄めてから使用します。拭き取りにもこの薄め液を使用できるんですが、私はジッポーオイルを使用しています。エナメル塗料は色の種類が多いのも魅力的ですね。紫を使ってスミレを行えば、バージョン過渡期風に仕上げることもできちゃいます。最後はこちら、ガンダムマーカーのスミレペンです。ガンダムマーカーはすごく手軽でいいと思うんですが、スミレ用だけでも何種類かあるみたいなので、そのあたりも解説していきたいと思います。はい、ということで早速スミをじゃんじゃん入れていきたいと思います。まずはタミヤのスミレ塗料から。この塗料なんですが、さっきも言ったんですが、ベースはエナメル塗料で、パネルラインに流れるように希釈されたものです。色の種類はブラックにダークグレー、それにグレー、そしてブラウン系の3種類。私は持っていないんですが、ライトグレーも販売されています。さらに今年の12月にはオレンジブラウンも発売されるようです。これも楽しみですね。色の違いをちょっと見てみたいと思うんですが、ダークブラウンとブラウンだとこれくらい色味が違います。ピンクブラウンはこんな感じ。パーツの色によって墨の色は変えたいので、色の種類が豊富なのは嬉しいですね。というわけで今回スミレ用に用意したパーツはこちら、 HG オリジン版ガンダムのシールドです。パーツはいろいろあると思うんですが、ガンダムのシールドが一番効果がわかりやすいんじゃないかと思いますね。シールドの裏は結構ごちゃごちゃしているので、墨の入れ替えはあるんですが、パネルラインのように一段下がっているわけではないので、墨を入れたいところに毛書き針で線を引いておきます。これで準備 OK。 このシールドはガイアノーツの EX ホワイトで塗装してあるんですが、白いパーツに黒の墨を入れるとちょっと線が目立ちすぎてしまうので、中央から右半分にダークグレーを入れてみます。あらかじめ毛書き針で彫っておいたおかげで、毛細管現象で墨がスーッと入ってきます。気持ちいいですね。左側にはダークグレーよりも少し薄いグレーで墨を入れてみます。はい、こっちも綺麗に入りますね。余分についた墨は乾燥が遅くなるのと、あとパーツが割れるのを予防したいので、綿棒で吸い取っておきます。はい、できました。塗料が乾燥するのを待って、後ではみ出た部分を拭き取ることにします。乾燥を待つ間に、はい、ドーン。シールドをもう1枚用意しました。さっき白に黒を入れるとちょっと目立ちすぎるのでやめておきますと言ったんですが、じゃあ実際どんな感じになるのか見てみたいですよね。やりましょう。これも EX ホワイトで塗装してあるんですが、毛書き針でのパネルラインの彫り直しは行っていません。パネルラインを彫る彫らないでの墨の入り方の違いも比べてみたいと思います。塗料をハケに多めにつければ全く流れないことはないんですが、彫ってあるものと比べると墨の入り方が全然違いますね。なので実際の作業はこんな感じでハケで塗っていく感じになると思います。左側にはダークグレーを入れてみます。はい、入りました。これも乾燥を待って余分な墨を拭き取るので、ここに置いておきましょう。突然なんですが、ガンダムの白って少しグレーっぽくしたい時ありますよね。お任せください。用意いたしました。これはガイアノーツのニュートラルグレー2で塗装。塗装前には毛書き針でパネルラインを彫り直してあります。これくらいのグレーだったら黒で墨を入れてもいいかもしれませんね。このシールドは黒とダークグレーで墨を入れて乾燥を待つことにします。はい、一番最初のシールドが乾いたみたいなので、余分な塗料を拭き取っていきたいと思います。毛書き針でパネルラインを彫り直してあるおかげで、
結構雑に拭き取ってもしっかりと墨が残ってくれます。はい、拭き取り完了です。右側がダークグレーで左側がグレーです。皆さんはどちらが好みでしょうか。こうして比べてみるとグレーの方が自然な感じもしますね。ただ写真撮影をする場合はグレーだとちょっと目立たないこともあるので、ダークグレーで入れるのもいいかもしれません。墨を入れてないシールドと比較すると墨を入れた方が立体感があっていいですね。はい、次に毛書き針でパネルラインを彫り直していないシールドの墨を拭き取っていきたいと思います。はい、これは塗料がくぼみに残ってはいるんですが、一段下がった溝に入っているわけではないので雑に拭き取ると墨が取れてしまいます。すでにところどころ墨が取れちゃってるところもありますね。あと線の太さもバラバラで正直綺麗とは言えないかもしれないですね。ただししっかりとパネルラインを入れたいのではなくてウェザリング風に仕上げたいという場合はこちらの方がいいかもしれませんね。はい、ということで3つの比較です。結構違いますね。パネルラインをできるだけ細く綺麗に入れたい場合は毛書き針でパネルラインを彫り直してから墨を入れる方法が効果的みたいです。ロケー、タミヤの墨入れ塗料はこのくらいにしておいてやる。はい、次はタミヤのエナメル塗料を見ていきたいと思います。さっきの墨入れ塗料との違いは詳しくはわからないんですが、おそらく希釈してあるかないかの違いだと思います。エナメル塗料の良いところは自分で好みの濃さに希釈できること、あと墨入れ塗料よりも圧倒的に色の種類が多いことでしょうか。グレーだけでもかなりの種類があるので調色しなくても基本色に合わせて選ぶこともできます。今回は右側にフラットアースで墨を入れてみます。なるほど、こんな感じになるんですね。左側にはニュートラルグレーより少し薄いダークシーグレーで入れてみることにします。墨を入れてみたんですがシールドの構造がシンプルなのであまり目立たない感じですね。白にフラットアースを入れると少し黄色っぽく見えますね。好みもあるんですがもう少し茶色寄りの方がいいかもしれませんね。はい、特性はさっきの墨入れ塗料とほぼ同じなのでエナメル塗料はここまでにしたいと思います。はい、最後はあれで墨入れしてみたいと思います。楽天スーパーセール。はい、出ました、ガンダムマーカーの墨入れタイプですね。大きく分けて油性と水性の2種類があります。塗装したパーツに使えるのはこちらの水性タイプ。早速墨を入れてみます。色は黒とグレーの2種類。水性タイプはブラウンがないのが非常に残念です。左側はブラックで塗ってみます。この水性タイプはペン先が筆のように少し柔らかくなっているので細いパネルラインでもしっかりと色を入れることができます。ただし使っているうちに先の方がすぐにボロボロになってきてしまいます。まだ塗料が残っているのに芯がボロボロになっちゃうのはちょっと残念ですよね。はい、乾燥したらジッポーオイルではみ出た部分を拭き取ります。この水性墨入れペンの良いところなんですがエナメル系の塗料と違ってパーツが割れてしまう心配がないことだと思います。一時期エナメル恐怖症になってしまってこのペンにはかなりお世話になりました。はい、仕上がりは墨入れ塗料と比べても遜色のないレベルだと思います。ただ他の塗料と違って調色ができないのでもう少しカラーバリエーションがあると使いやすいと思います。あと一つ気になったのはおそらく塗料のカスだと思うんですが拭き取った後に黒い点々が残っていました。これはトップコートをする前に柔らかいブラシなどで取り除いておくことをおすすめします。はい、ガンダムマーカーの水性筆ペンタイプ。塗装したパーツに使えるのはなかなかポイントが高いんではないでしょうか。はい、続いて油性タイプ行ってみたいと思います。この油性ペンなんですが流し込みタイプと先が細いペンタイプの2種類があります。流し込みタイプにはすぐみ専用とデカデカと書かれていますね。まずは流し込みタイプから。
普通のガンダムマーカーのようにペン先を押して塗料を先端に染み込ませてから作業します。素組み専用ということなので、シールドは塗装してないものを用意しました。おっと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 、これは毛細管現象で墨入れするタイプなので、毛書き針でパネルラインを彫り直しておきます。はい、これで OK。 さて、どんな感じで墨が入っていくんでしょうか。おー、いいですね。墨入れ塗料でやってる感覚に近いですね。素組み専用ではあるんですが、これは手軽でいいですね。先細のペンタイプのものも使用してみます。これには素組み専用とは書いてないんですが、中身の塗料はおそらく同じものだと思うので、実質素組み専用でしょうね。明らかに毛書き針の先端よりは太いので、はみ出ると思います。さっきの流し込みタイプとは違って、線を描く感じで墨を入れていきます。この油性タイプも乾いてからはみ出た部分を拭き取るんですが、消しゴムで消すことができるようです。実際にやってみましょう。入り組んだところはちょっと消しにくいんですが、ちゃんと消えますね。こういう小さい消しゴムがあると作業しやすいです。ただ残念ながら墨入れペンの後ろには消しゴムはついていません。さらにジッポーオイルでも問題なく拭き取ることができます。もう一度やってみましょう。消しゴムでも問題なく消えるんですが、消したところのツヤが少し消えた感じになるのが気になりますね。これもさっきの水性ペンのように塗料のカスのようなブツブツが残っています。はい、墨入れ塗料と比べてみると線は太く感じるんですが、くっきりした印象がありますね。この2つのペンは両方とも使いやすいと思いました。最後に一つ実験をしてみたいと思います。何をするかというと、はい、塗装したパーツに素組み専用の墨入れペンで墨入れをしたらどうなるか、余剰パーツで試してみたいと思います。右側は油性流し込みタイプ、左側は油性の先細ペンタイプです。墨入れをした段階では下の塗料が剥がれたりにじんできたりする感じはなさそうですね。これも乾燥を待ってから消しゴムではみ出た部分を消してみることにします。さてどうなるんでしょうか。消えない。なるほどね。詳しくはわからないんですが、消しゴムでは消えないみたいです。次はジッポーオイルを試してみます。若干薄くはなったんですが、摩擦で消えてる感じですかね。下の青いラッカー塗料まで剥がれてきてる感じがします。塗装面に流し込みタイプはちょっと使うのは難しいようですが、先細ペンの方はペンの太さにはなってしまうんですが、はみ出ないように書けばギリ使える感じでしょうか。なるほど。はい、というわけで今回のまとめです。タミヤの墨入れ塗料とエナメル塗料は墨入れの定番なんですが、注意したいのはプラにエナメル溶剤が浸透すると割れてしまうことがあります。ガンダムマーカーもなかなか良かったですね。素組みには水性と油性両タイプ使いますが、塗装されたパーツには水性タイプがいいみたいです。はい、今回はここまでになります。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。